こんにちは、ショートショート作家の田丸雅智です。今回は僕が一つ掲げているプロジェクト、朗読推進プロジェクトについて、ご紹介できればなと思っています。これはですね、一言で言うとイベントをですね、イベントにおける田丸作品の使用料っていうものは、基本的にはいただいていませんよっていう、いただかずに使っていただいていいですよっていう、まあ、そんな、取り組みといいますか、宣言文を、出しているんですけれども、2017年ぐらいですかね、それくらいから、ちょっとでも朗読をされている方、してくださる方を応援できればなと思って、こういった、考え方を掲げています。実際ですね、これまでにも声優の大原さやかさんをはじめとして、たくさんの方、朗読家の方とか声優の方とか一般の方とかが読んでくださっていますし、朗読を使っていただく機会もありまして、例えば朗読検定ですとか、あとは青空文庫朗読コンテストの課題としても使っていただいていたり、2020年ですかねからは、松山の川原学園さんで田丸雅智の朗読コンテストを開催していただいていたりもします。で、まあ、プラスですね、イベントではないんですけれども、朗読音声でいうと愛媛県のラジオ局南海放送で、僕の作品朗読で、朗読のレギュラー番組をずっとやっていただいていたりとか、あとはオートバンクさんですねで、配信している書き下ろしのオーディオブック10分間のお茶箱というものもあったりします。で、まあ、なぜこう、まあ、朗読推進、まあ、朗読応援っていうのをやっているかといいますとですね、まあ、これはですね、ひとえに僕のこう作家としてのルーツが、の一つが音にあるからなんですよね。で、例えば祖母とか母に、枕元で音で聞かせてもらったことが一つの作家としての、まあ、ルーツになってますし、他にも朗読テープですね、昔話などを収録したカセットテープ、まあ、昔はカセットでしたけども、それを車での移動中にものすごい数聞いていたり、もしまして、でそれが今の作家としての自分に間違いなくつながってきているので、ちょっとでも何か返せるものがあればいいなと思ってやっています。で、他にもですね、それが背景ではあるんですけども、声の方が届きやすいっていう方もいらっしゃると思うんですね。まあ、なかなか耳からでしか、まあ、情報接種できないような、まあ状況に置かれている方もいらっしゃるでしょうし、まあ通勤通学で音でという方もいらっしゃるでしょうし、あとはお子さんですね。で、この音声って意味よりも感覚で聞けるところがありますんで、まあ、実際僕もですね、小さい頃に本当に意味が分かってたかっていうとちょっと怪しいと思うんですけど、でもそれでも面白い、好きだなと思って、まあ、次第に意味が分かってきたっていうことがありましたんで、まあ、この音によって伝わる何かもあろうかなと思っていて、で、まあ、そういったところで、まあ、自分の作品をそういった方で届けていただける機会だなというふうに捉えています。でぜひ読んでいただきたいなと思ってるんですけれども、一応お願い事項もいくつかありましてですね、まあ、例えば詳しくは僕の田丸雅智の公式サイトをご覧いただきたいんですけれども、朗読仕様の無料化は出版社との加盟もありまして、朗読会などのリアルなイベントに、基本的には、限定させていただいています。で放送ですとか動画でのご使用っていうのは、一旦対象外としています。で、個別のケースについてはご相談、お問い合わせをいただきたいなと思っています。で、他ですね、そのイベントでの朗読仕様につきましても、僕のホームページから申請をしていただきたいなと思っていますので、お問い合わせフォームから申請をしていただければなと思っています。そしてですね、他の本に収録されてない作品の中から、2つ、作品をご紹介すると、1つがですね、書き下ろしのショートショートを収録した人があります。季節配達人というものがあります。そしてもう1つ、ショートショートガーデンに載っている僕の400字の作品ですね。この2つに関しましては、イベントでの使用料のみならず、配信、それから先ほど基本的には難しいとお伝えした、動画ですねとかに、しかも全文丸々読んでいただいて、アーカイブに残っていただく形でも全く問題ないです。これも無償で提供させていただいていますので、一点だけその申請だけはお願いしていますので、こちらも詳しくは公式サイトの方をご確認いただければと思っています。まあ、本当に音の力、音の世界っていうのには感謝もありますし、力を信じているところもありますので、もしよろしければこれをご覧の皆さんも、ぜひぜひ僕の作品を読んでやっていただけると嬉しいです。